美容整形の心理。整形には自信と誇りを回復するほか、集計恐怖による整形もある。美容整形は、医学の進歩で、ハードルが下がり、カジュアル化が進んでいる。また、美容整形が一般化された理由には、テレビ番組の影響も強い。美容整形をすることで、自信と誇りを回復し人生を生き直す人がいる。 他には、身体集計障害という病があり、客観的な事実はないが、自分の体や顔が醜いと思い詰め、何度も整形を繰り返す、精神疾患を持つ人がいる。身体集計障害は、他人ではわからない顔や体の些細な部分を激しく、嫌をする。集計への恐怖や不安を抑えることができず、視線に恐怖を抱く。